良い子のみんなごきげんよう。今回はですね、マクファーレントイズのモータルコンバットシリーズのね、フィギュアから、スポーンを紹介します。まあ、これもともとマクファーレントイズって、トッド・マクファーレンって漫画家、アメリカのコミックアーティストの方が作った会社でして、最初はスポーンのフィギュアをね、作るために作られた会社だったんですけど、今はね、いろんなシリーズのフィギュアを作ってます。はい。じゃーん、これパッケージですね。これモータルコンバットに、のゲームの中に出てくるバージョンのスポーンみたいですね。僕あんまりゲームはやらないので、モータルコンバットはなんかちょっと格闘ゲームということぐらいしか、ちょっとグロいね。格闘ゲームということぐらいしか知りませんので、ゲームの情報はあんまり言えません。で、武器がね、剣のバージョンとメイスのバージョンがあるんですけど、今回はメイスのバージョンですね。裏は、これ、裏はこんな感じ。かっこいいですね。はい。まずですね、トッド・マクファーレン、フィギュアの紹介の前に、トッド・マクファーレンと、そのマクファーレントイズ、そしてマクファーレントイズが一体どういう会社なのかっていうのをいろいろ解説していきたいと思います。フィギュアのね、実際のフィギュアの紹介の文に関してはね、下の方に字幕出しとくんで、その時間帯にそのシークバーを動かしていってください。はい。まずですね、トッド・マクファーレンという人はですね、80年代から活躍しているコミックアーティストでして、もともとはね、野球選手になりたかったらしいんですけど、野球すごい上手かったらしいんですけど、まあ、足首を怪我して断念しまして、まあ、その時に学校でいろいろグラフィックアートとかも勉強してたんですけど、で、そもそもコミックも好きだったようで、まあ、野球選手になれないということで、コミックアーティストの道を選んだっていうね、ちょっと変わった経歴の持ち主であります。で、80年代にね、マーベルコミックスで、まあ、頭角を現してですね、まあ、彼のね、一番、出世作になったのは、スパイダーマンシリーズのアーティスト系を担当した頃からですね。はい。で、日本だとね、この、マーベルクロスっていう、昔出てたね、マーベルのね、コミックをいっぱい掲載してる雑誌というか雑誌があったんですけど、それでね、読むことができます。一応ね、いろんな他の翻訳本とかでもね、読むことができるので、まあ、いろいろ探してみてください。で、トッド・マクファーレンのアート。これ以外でマクファーレンはですね、この頃、DC コミックスの方でも、バットマンイヤー2を担当したりして、まあ、名を挙げてたんですけど、トッド・マクファーレンの絵の特徴というのはですね、まずこのスパイダーマンの今のイメージ、まあ、60年代からずっと続いてたんですけど、このスパイダーマンのこのポーズ。今でこそね、今もね、ほら、スパイダーマンといえば、なんか直立してるイメージがないじゃないですか。直立をしていないで、なんかそのすごい、ありえない方向に体をふんにゃって曲げて、まあ、まさにまあ、雲みたいなね、すごいポーズをとってるっていうイメージなんですけど、イメージを作ったのがマクファーレンですね。そしてその今までのスパイダーマンよりも目をちょっと明らかに強調して大きく描く。まあ今までも大きく描いてる人はいたんですけど、大きくともかく顔の半分ぐらいはあるんじゃないかってぐらい目を大きく描くようになった。そしてこのウェブですね。糸の描き方。もうちょっと昔はね、簡素な、ピッピッピッ線を2、3本引いて、このビッビッビッって線引いてたぐらいだ、なんですけど、このね、まあスパゲティウェブとも呼ばれるね。ちょっと、ぐにゅ、ぐる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 、なんか糸の上にも糸がぐるぐる巻いてるようなね、ちょっと、糸のディティールを増やしたという功績があります。これも今のスパイダーマンでも、これ継承されてますね、ずっとね。はい。で、あとスパイダーマンで大きかったのは、そのベノムのクリエイターでもあるんですね。はい。非常にこのベノムね、目の部分なんですけど、よく見るとスポーンの顔の模様ともちょっと似てますね。このようにですね、ともかく、ダイナミックで、迫力のあるポーズや構図、小回り、そういうね、逆に今だと、今逆にそんなに見ないようなね、面白い構図とか、ダイナミックなポーズとかね、色もかっこいい絵を描くアーティストでした。はい。で、この頃ですね、コミック、アーティスト当時人気、他にも人気アーティストとして、ジムリーとかいろいろ、ロブライフェリドとかいたんですけど、その当時ね、もう売れっ子だったスターの若手のアーティスト、若手の人気アーティストたちが、当時のコミック会社、コミックの出版社に対する、不満を持ってたんですね。っていうのがですね、例えばマクファーレンの場合は、ベノムというキャラクターを想像した。でも、それにもかかわらず、まあ、ご存知の方も多いと思いますがね、コミック、アメコミにおいて、キャラクターや作品の著作権っていうのは、全部
会社の方に、会社が持つことになってるんですよ。なのでですね、マクファーレンがどんなにこういう新しいキャラクターを想像したとしても、全部その利益は、権利料とかは全部会社が持っていってしまって、まあ、マクファーレンはその、まあ、向こうの漫画家さんって基本会社の社員ですからね、その、まあ、コミックを書いたっていう原稿料しかもらえないっていうね、そういう状況だったんですね。で、その若手のスターたち、スターのアーティストたちが、もう自分たちで、大手を抜け出して会社作っちゃおうということで、当時の売れっ子アーティストたちがみんなでその会社、大手を抜けて自分たちの会社を作っちゃったんですね。で、それがイメージコミックスと言います。イメージコミックスはですね、他にも、まあ、マクファーリーのほか、ジムリーとか、ロブライブリーとか、さっき言ったような人とか、もういろんな人がいたんですけど、で、特にね、イメージコミックスの中でも特には人気だったのが、このスポーン。トド・マクファーリーの作ったスポーンですね。これ、日本語版です。はい。で、これはもう、マクファーレンね、このスポーンね、実は独立する前からね、自分のオリジナルキャラクターとして、こういうの作りたいなっていうのでね、昔のスケッチもね、まあ、ネットとか探せば出てきますけど、残ってんですよね。で、まあ、その自分のキャラクターを完全に作ってしまったっていう。で、それでですね、まあ、このイメージコミックス、特にこのスポーンが大人気でですね、90年代には一時、マーベルと DC を抜いて業界1位になっちゃうんですね、その、新興の会社ながら。当時としてはね、まだ新しかったデジタルによる彩色、明らかに鮮やかな色になりました。で、しかもその当時みんな、もうこの会社にいる人みんなその人気のアーティストですから、人気の漫画家ばっかりですから、もうとにかく売れに売れましたね。でも一時代を築きました。この90年代にイメージコミックスが。で、さらにですね、そのイメージコミックスの特徴として、DC やマーベルではね、あんまり、まあ当時もやってたんですけど、よりももっと過激に。まあ、当時どんどんアメコミね、90年代、80年代から90年代にかけてどんどん過激になってたんですけど、特にその若手ばっかり集まってる会社ということで、もう DC とマーベルじゃ比べ物にならないぐらいともかくバイオレンスで、えげつない。はい。で、ありえないぐらいグロかったりとか暴力的だけど、うわ、ぐしゃーんってね、これも過剰ですよね、このね、暴力描写もね。この過剰な暴力描写がもうとにかく90年代の悪はイケてるぜっていうあの空気にもう見事にマッチしてその時代を牽引するコミック会社になってたわけです。そしてですね、当然これだけ人気が出てくればアニメにしようとか映画にしようとか、そして当然おもちゃにしようという話も出てきます。で、あー倒れちゃった。で、トッド・マクファーレンはですね、よし、自分の作ったキャラクターがついにおもちゃになると大喜びしたんですけど、当時ね、いろんな会社でからね、もういろんなオファーも聞いてまして、で、まあ、いろいろね、まあ、フィギュアを作る感じで話を進めてるんですけど、でもどうも納得がいかない。なぜかというと、当時のフィギュアのアメリカ、当時、まあ、日本もそうですね、当時のおもちゃの水準っていうのがね、今考えるともう、今見るとすごい低かったんですよね。その、造形も筋肉も、なんか正しく筋肉の造形をしているというよりも、なんかとりあえずそれっぽく見えるようにっていうかね。しかもその、どこかおもちゃしている。その、おもちゃだから当然尖った場所も丸くなってたりとか、なんかその、そうじゃないんだよ。その、だってね、スポーンって言えばね、何が人気かっていうと、まあ、おっと。ちなみにこの、原書のね、第1巻持ってるんですけど、今日探したらね、ちょっと、どこに置いたか分かんなくなっちゃってて、持ってきたかったんですけど、仕方ないからその、日本語版出してますけど、このマントとかのね、この絵、当時、だって彼ら人気漫画家なんですよ。当時、時代の最先端を打てた人気漫画家たちだから、ものすごく絵もね、みんな人気なんですよ。で、この絵の力で、ね、大人気になったのに、で、スポーンなんてこの、マント、これ、バットマンイヤー2の時も、こんな感じでマント、すごいでかい、ぐにゃぐにゃ動く、なんで、このマント生きてるんじゃないのみたいな感じの、マントを、バットマンの頃から描いてて、で、スポーンは特にそれ、自分のね、完全な個人のキャラクターということで、ものすごいそのマントと鎖もね、ぐにゃ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 動くんですよね。それをね、強調した作品だったので、今までのフィギュアの、水準では、これを再現しようとしなかったんですね。当然、なんかその、今まで既存のおもちゃ会社だと、じゃあマントはもう普通に布使っちゃえばいいじゃんって。違うんだよ。スポーンっていうのはこのマントの造形が人気なんだよ。そこをちゃんと再現してくれよ。それを再現してくれる会社がない。じゃあどうしようかということです。トッド・マクファーレンは、よし、じゃあもういい。おもちゃ会社から自分で作ろうとなります。はい。で、スポーン。
トッド・マクファーレンはですね、自分の名前を取ってトッド・トイズという、おもちゃ会社を作ります。まあ、後にこのトッド・トイズはですね、トッド・トイズが、なんかその、確かマテルかなんかの、何かと、被っちゃったらしくて、名前を変えてマクファーレントイズにね、早々に変わっちゃうんですけど、このマクファーレントイズで、まず、で、その自分の納得いく、原作者の納得のいくフィギュアを作ろうっていう、なかなかないですよね。その原作者が映画を作ろうとかアニメに口出すとかあるんですけど、おもちゃをどうにか納得できるものにしようっていうことで、マクファーレントイズはこれを出したわけです。これこれ再販版で少しこの、鎖とかに墨入れが施されているバージョンなんですけど、これが、94年だったかな ?93 年か94年ぐらいに発売されました。で、これ、今見るとなんてことないフィギュアなんですけど、これは当時としては画期的でした。この筋肉の造形、そしてマントの造形。ね、さっき見たでしょ僕ちょっと濡れてるのは、久々にこの棚から下ろしたらすごい埃かぶってたから、ちょっと水で洗ったんですけど。このマントの造形をきちんと再現する質感をね、っていうことをやったんですよね。はい。で、これがもう当時のおもちゃの常識から言うと、ありえないぐらいの出来のいい造形美だったわけです。もうこんなに造形のフィギュアはないぞということで、まあ、このおもちゃもバカ売れしたわけです。はい。今見るとね、なんてことないけど、ただ、今見てもね、しっかりした作りではありますよね。うん。別に今売ってても、おかしくないぐらい。まあ、大人の買うフィギュアとしてはね、ちょっと物足りないかもだけど、うん。この、今見ても割と通用するような、このフィギュアを出してしまったわけです。で、コミックはもうどんどんヒットする。それに合わせるようにそのフィギュアもどんどん出て、どんどんフィギュアもね、パワーアップしていくわけです。ちなみにこの、絵なんですけど、マクファーレンはこの、おもちゃ会社の経営にどんどん忙しくなっていって、そのうちね、実はマクファーレンの絵で人気が出たんですけど、まあ、マクファーレン自分で絵を描く時間もなくなっちゃったので、そのうちにね、グレッグ・カプローっていう、アーティストに、メインのアーティストに変わります。で、グレッグ・カプローの時代になると、もっとそのスポーンのね、この造形を、マントとかその特殊な体型とか、鎖とかの動きをね、強調するようになりました。で、それに合わせるようにフィギュアの方もどんどんパワーアップしていきました。で、この、スポーンのフィギュアは、世界中で大ヒット。もちろん日本にも来ました。この方向性はなかった。こんなに出来がいい造形にこだわったおもちゃが出てくるとは。ということでね、そのいろんな会社、海洋堂とかバンダイとかもどんどんそれに、ね、追い越せて、フィギュアいっぱいいろんな会社が作りました。だから当時ね、バンダイの SIC なんてシリーズも、まあ明らかにこれはスポーンの影響でね、昔の仮面ライダーとかを、今の造形で、しかもその、ちょっとスポーンの造形の、これさっきで割と柔らかいんですけど、後のもっとグロくなっていくようなのに合わせて、どんどんその造形をね、パワーアップさせていく。他の会社もどんどん造形が上がっていく。で、気がついたらね、マテリとかでも当時バットマンのおもちゃ出して、ケナーかな?ケナーでもね、ケナーとかマテリとかのいろんな会社でもね、おもちゃの造形をどんどん上げていった。で、こういうのが流行ってくると、トランスフォーマーにも影響あって、トランスフォーマーもじゃあ筋肉美を強調したような、ビーストウォーズというシリーズが始まっていく、などのね、ともかく世界中のおもちゃの造形の底上げをしちゃったんですよ。で、だからもう、スポーン以前とスポーン以後で、世界中のフィギュアの造形のね、レベルが格段に上がったんですね。っていう、日本のおもちゃにも多大な影響とか、日本のおもちゃとか、世界中のおもちゃの造形、今のね、造形にも多大な影響を与えたスポーンフィギュアなんですね。で、最近はそのスポーンのフィギュアね、なんかあんまり出てなかったんですけど、たまにちょこちょこ出るんだけどね。で、その中でそのモータルコンパットシリーズの中からスポーンが出たというね、まあ一応最新のスポーンであります。で、一応ね、最新のスポーンというとね、今というかこの間までね、クラウドファンディングで、この最初のスポーンのフィギュアを現代版でリメイクしようっていう企画もありましたね。僕ね、それね、クラウドファンディングね、やろうと思ったんですけど、忙しくて忘れてて、気がついたら終わってまして、で、終わった直後に、あーって思い出して、そのフィギュアを手に入れることはできないようです。はい。で、まあ、でもね、とりあえず、同じ時期に、このスポーンのね、割と、ベーシックなスタイルのやつが手に入るので、まあこれで良しとしましょうということでね。では、こちらの方を開封していきましょう。
はい、これ開封しました。はい、これ武器はですね、この、いやー、これで叩かれたら痛いでしょうね。このスポンのマークがちょっとね、可愛い。今見ると可愛いですね。っていうようなこのメースがついてます。で、フィギュア自体はこれ。ぐるーっと後ろも、でいくと。これね、多分、2000年代初めぐらいからかな。このマントをね、こういう軟質のビニールというかプラスチックで、作るようになりましたね。スポーンのシリーズはね。で、これ全身フル稼働です。顔がこんな感じで、ちょっと怖いですね。スポーンフィギュアシリーズはですね、後期になるにつれて、どんどんその、アクションフィギュアというか、スタチューとしての趣が強くなっていったので、あんまりポーズを取れなく、ポージングがね、かなり、まあ、癖のあるものに、が増えていってたので、まあ、こういうね、可動フィギュアが出るのは本当に嬉しいですね。はい、グリグリと。顔は、一応、いろんな方向動きますが、ちょっとマントのここの襟が邪魔でね、少し曲げにくいです。スポーンといえばね、このマントの襟はね、こんなビヨーンとでかいイメージなんですけど、まあ、これは、やはりゲームに出るためでしょうか、ゲームのためでしょうか、ちょっと襟が小さいのがちょっと気になりますね。もうゲームをやってないんでね、ゲームの、モータルコンバットのスポーンというか、普通にスポーンのフィギュアとして買っちゃってるのでね。で、これ、肩も動きます。で、ここ肩のね、中にもこの軸があり、可動軸がありまして、微妙に、この、表情付けができるようになっております。で、二の腕のロールもあります。で、肘は二重関節なので、まあ、理論上は90度以上曲がるはずなんですけど、ここのね、ちょっとここ、こっち側の下の方が硬いなっていうのと、ここのね、腕のスパイクが邪魔で、二重関節だろうがなんだろうが、あんまり90度以上は、曲げられない、曲げにくいですね。ほぼ90度です。で、逆側も、右、左の方よりはマシとはいえ、ほぼ90度ぐらいしかね、曲げることはできないんじゃないでしょうか。っていうか、はい。こっち側の、どっち、右も左もこっち側の関節が、角が硬いですね。で、手首、ぐるっと回るし、微妙にこっちも、曲がりそうだけどなぁ。あ、曲がりますね。ぐるっと回って、こういう感じで曲げることも可能ですが、やっぱりここの、スパイクのアーマーが邪魔でね。こっちも、まあ、動かしてみなくても、結果は見えてますね。まあ微妙にね、柔らかい軟質でできてるので、まあ、無理やり曲げようと思えば曲げられますがね。変な癖がついくのも嫌なんでね。で、腰は、まず、この上の方がぐるーっと、一回転します。で、ここ、腰も、下の方も、ふりっと、あ、いいケツしてますね。はい。曲がります。で、股関節がグイッと、こんな感じになってますって。前にも曲がるし、後ろにも回ります。で、膝はさすがにね、アーマーも、まあ、ちょっとなんかいろいろ装飾はついてますけど、ちゃんと二重関節が生きてますね。右も、同じと。ほら、2キラ、グッグッゴーってやることもできます。で、足首、こう、動いて、つま先も動きます。で、こっちも、一応動きますが、あ、動くし、あ、中が空洞、ちょっと、肉抜きになってるので、これでいろいろ表情付けはできますね。足首はですね、こうも回ります。
最近のマーベルレジェンドでもよくあるような回り方ですね。非常に立たせづらいです。で、メイスも持たせましょう。はい、はい、これで難室なのでね、もう無理やり持たせちゃってください。凶悪な感じで、ちょっとね、膝を曲げて腰を落とせば後ろのケープで支えることができるので、それなりに立ちやすくはなります。はい、じゃーん、どうですこの進化ね。あ、そうだ、説明忘れてましたけど、これわざわざ見るってことはもう説明せざしなくてもいいかもですけど、スポーンのキャラクターって皆さんご存知ですよね。一応説明、なんか、すっかり忘れてたけど、ま、これ見るってことはスポーンがどういうものかぐらいはご存知かな。まあ、一応説明しておくと、スポーンはですね、もともとアルシモンズという、特殊工作員のね、男がおりまして、そいつがですね、まあ、仲間の裏切りにあって、任務中に殺されちゃうんですね。で、殺されて、特殊工作員でもう人をバンバン殺したようなやつなんで、当然地獄に落ちます。で、地獄のエンマ大王みたいなメルボージャ、マレボルギア、まあ、いろんな呼び方あるんですけど、まあ、マレボルギアっていう、地獄のエンマ大王みたいな人から、お前、まあ、悪いことしてから地獄に落ちたんだよ、と。で、なんか願いとかあるみたいなこと言ったら、いやー、俺はこんな悪いことばっかりしてたけど、奥さんだけは愛してた。だから、奥さんにもう一度会いたいんだっつったら、マレボルギア様がですね、わかっ、そうか、うん、じゃあな、俺、地獄の軍隊を今作ってんだけど、それ、お前はもう、いろんな戦争とか人殺しとかいっぱいやってたから、きっと司令官とか向いてるだろう。だから、俺の軍隊の司令官になれば、なるって約束してくれれば、もう一回奥さんに会わせてあげるよって言われて、その契約を、悪魔との契約を交わしちゃうんですね。わかった、お前の軍隊の司令官になろう。だから、俺を、奥さんの元へ返してくれっていうことで、わかったよつって、マレボルギアがチチンプイプイのプイで、その主人公のアルシモンズという男をですね、あれ、アルシモンズってちゃんと名前言ったっけ、そのアルシモンズって、で、その、元殺し屋の、で、死んじゃった殺し屋を、現世に蘇らせてくれるんですよ。ところがですね、戻ってみると、こんな姿になってました。とても怖いですね。しかもこれね、マスクなんだけど、これマスクを外すとですね、死んだ時これ、体をね、焼かれてるんですけど、体を焼かれた時のまんまなんです。ではこれ、撮ると、焼けた人の顔が出てくるんですよね。で、やべえ、こんな格好じゃ、奥さんに会えねえよと思いつつも、奥さんさんのところに行ってみたら、なんとですね、自分が死んでから5年後になってたんですね。で、5年後の世界になってて、あれ奥さん、5年経ってる。で、もう5年も経つとですね、最初こそね、旦那が死んだって泣いてた奥さんもですね、それなりに旦那の死を受け入れて、しかも、アルシモンズの生前の親友と結婚して、子供までいるという状態でした。なんでやーってもう怒ったスポーンはですね、ぶち切れてですって、路地裏に引きこもって、ホームレスたちに慰められるという生活を送ることになるんですね。で、そしたらですね、ホームレスと、たちの住んでる路地裏に変な奴がおるぞということで、なんかいろんなね、悪いおじさんとか悪いサイボーグとか悪いでっかいゴリラとかが襲ってくるから、スポーンは、自分を慰めてくれるホームレスを守るために、そういう悪い人たちと戦うぞというお話になっています。で、ね、奥さん、もうこんな顔で会えなくなっちゃったかもだけど、まあ、いつか奥さんに会えるといいねっていう、そういうお話です。ちなみにこれ、スポーン、今から読みたいとか見てみたいなって人はですね、コミックはまあ日本だともう絶版になっちゃってるのと、これがマレボルギア様ですね。悪い顔してるでしょもうこんなやつを信じちゃダメですよね。はい。なんで、まあ、
原作コミックもいいんですけど、で、まあ、手っ取り早いのは映画なんですけど、これ実写化、映画化もされたんですけど、実写映画も、割と B 級臭くて、まあ、軽くは見れるんですけど、出来がすごくいいかと言われて、今見るとそこまで出来のいいわけでもないので、個人的に、あ、でもちっちゃめ映画はですね、僕はそれを見てスポーンにハマって、今でもアメコミにハマってるので、ですね、まあ、それなりに思い入れはあるんですけど、おすすめはしないと。で、もし、見るのであれば、今、Amazon プライムでも多分、見れるようになっていると思うんですけど、97年に、テレビアニメシリーズが放送されたんですね。で、このアニメシリーズが、スポーンの映画化、映像化としては多分一番出来がいいんじゃないかな、って思うので、アマプラで今、無料で、2020年の、今、9月現在は、アマプラで見れるので、ぜひ、アニメ版をご覧になってみてください、と思います。はい。というわけで、今回はモータルコンバットのスポーンの紹介でした。よかったら、また見てね。ということで、本日もお付き合いありがとうございました。バイバーイ。